シャドウ DN7 は F1 コンストラクターのシャドウが製作したフォーミュラ1カーである。デザイナーはトニー・サウスゲート、デイブ・ウォース。1975年にマトラ V12 エンジンの使用権をヒル・ブラバムとの争奪戦の末シャドウが獲得、製作された。搭載されるマトラ MS73.3 リッターエンジンは1974年に 世界メーカー選手権でマトラをチャンピオンに導いた MS670C のエンジンに F1 用のヘッダを取り付けたもので最高出力は505馬力。DN7 はこの年の主力マシン DN5 がベースとなっているため外見はほぼ同一。ギアボックスは DN5 と同様にヒューランドフロリダ200を使用するがホイールベースの調整のため配置が横置きになっている。 7月29日にシェイクダウン後オーストリア GP に T カーとして持ち込まれ、ジャンピエール・ジャリエのドライブでデビュー、続いてイタリア GP にも出走するがリタイアを喫する。元となった DN5 がコスワース DFV 搭載を前提として設計されたマシンのため、重いマトラ V12 エンジンを搭載したことによって、マシンの重量バランスが狂い直線スピードが伸びなくなった。 このため10月限りでシャドウはマトラとの提携を解消 DN7 はお蔵入りすることになった。ありがとうございます。